こんにちは。愛はお金で買えるのかシリーズのパート5ですかね、今回はね。前回もお話したんですけども、金目当てにね、まあ、よく男性を探す女性っていると思いますけども、これについて2つの考え方があって、まあ、私が言うんじゃないですけどもね、私も確かになと思うところありますけども、お金目当てにね、男性を探す人どう思いますかってことに、2つの考え方がある。その1つは、いや金目当てとか女性は男性を ATM としか考えてない、なんだよそれっていうふうに否定的な意見があります。これはお金を持ってない人の考え方だそうなんですよ。で、億万長者っていうかね、お金持ちの人は金目当てにやってくる女性のことをウェルカムだそうなんですよね。なぜなら自分はモテたくて金持ちになったんだから、だから自分の稼げる姿、お金をたくさん持ってるところに魅力を感じてくれたら、いや嬉しいなってことらしいんですよ。すごい肯定的ですよね。例えばね、もうイケメンっていうか顔がいいっていうことを自負している男性に、あなたの顔はタイプだからって来られて、やっぱり嬉しいわけですよね。だって自分の得意とか自分の特徴としているところを認めてくれるわけですから。じゃあすごくね、勉強熱心で頭がいい人、俺はちょっと勉強熱心で頭が良くて、まあ、学歴こんだけあるぜみたいな人が、いやー東大卒ですか、すごいですね、あなた頭がいいですね、大好きって言われたらどうですかね。け、腹立つなこいつって思いますかね。いや、自分の一番頑張ってきたところ、結果を残してきたところを認めてくれて、いや分かってくれてありがたいなって思うんじゃないですかね。まあでもね、よく昔からあるドラマとか漫画にこういうのがあります。自分はお金持ちで顔もいいし、それで性格もいい、でもそういうところじゃなくって、自分の落ちぶれた姿でもあなた自身が好きよっていう人を求めてる人ってね、そういうのを探すドラマがありますけども、ちょっとこれはどうなのかなと思いますよね。やっぱりその結婚生活っていうのは、恋愛もそうですけども、より自分が良くなるために相手を探している行為だと思うんですよ、正直に言ったらね。より自分が悪くなることを望んで恋人とか結婚相手って探すんですかねってことを考えると、まあ、結果的にね、辞める時も止める時もって言いますから、結果的にそうじゃない状態になった時でも愛し合える関係があったらいいですよ。けど結局はそうじゃなくって、優しいと思っていた彼氏が実はね、暴力的でしたって言ったら、いきなり冷めるでしょ。その暴力ってところ一点はあまり容認できるところではないですけども、その他の特徴をすっ飛ばして、いやこの人とはもうやっていけないとかなっちゃうわけなんですよ。で、これが何が言いたいかっていうと、暴力がいいですよってわけじゃないし、暴力は許してその全体を見ましょうってことではないんですよ。人の感情ってのは変わるってことなんですよね。今回あくまでもお金と愛情のこの対比ですからね。ちょっとここね、冷たい現実をお話しますと、気持ちっていうのは燃え上がれば冷めるんですよ、なくなったりするんですよ。だからすごくあやふやなんですよね。その人間の愛情みたいなのを維持するのにはものすごくコストがかかるんですよね。労力とかエネルギーとか、それからコミュニケーションとかね、お金もかかるでしょう。愛情維持するのにはコストがかかりますね。まあ、どうですかね。ピンチが訪れた時により固く結び合う関係もあるでしょうけども、ピンチが訪れた時にもう人のことなんて構ってらない、自分のことで精一杯っていう方もいるでしょう。もしくは自己犠牲で愛する人を守って自分がね、先にちょっと危険な目に遭うって方もいるでしょう。そこに乗っかって自分だけ生き残ろうとする人もいるでしょう。さまざまなんですよ。でもね、お金って価値変わんないですよね。ずっとお金って泥にまみれようが、それこそ3分の1燃えようがね、お金ってずっとお金なんですよ。で、最近はバーチャルでマネーが動いてますから、燃えることもないし壊れることもないんですよね。で、お金ってずっと正直なんですよ。人間に対してずっと正直です。万田銀次郎の例でも申し上げましたけども、人間ってお金に対してね、ものすごく現金なんですよ。まさに現金なんですよ、ね、だからお金に困った時に貸してくださいとかね、ちょうだいとか言うんですよ。ものすごく媚びへつらって、お金お金お金になるんですよ、ね、でもお金を払ってくださいとかね、お金を返済してくださいって言うと、急にですね、鬼かとかね、悪魔かとかになるんですよ。いや、お金はずっとそこにあって正直なんですよ。何のポジションもなくてずっとニュートラルなんですよ。でもそれを扱う人間が自分の感情とか自分の都合によって神様と言ったり鬼と言ったりするわけなんですよ。で、まさに万田銀次郎の世界ですよね。万田藩、ほんまに助かりました、あなたの100万貸してくれなかったら潰れてましたわ。で、返済日が来ました、10日後、あ、困りまんな、利息だけ入れてもらえませんかね、みたいな感じでね、ちょっと表現が下手ですいませんけど利息ぐらい売れてもらうな、困りまんなとか言うわけですよね。そしたら、マンダハン、そりゃ殺生やがな、みたいなね。いや、殺生やがなってね。
金貸して返してもらえん方がよっぽど殺生をやって言い返すんですよね、ワンダさんはね。いや本当そうだなと思って笑うんですよいつも。なんていうのかな、借金を返してもらいに行ってお金が払えなくって、でじゃあ借金の方にこれ持っていきますよって言ったら、マンダさんそれは殺生やがな、あんた鬼かいな、うちらの状況かわいそうだと思いまへんがなって言って、そういうふうに言うんですよね。かわいそうだと思いませんかって言うんですよ。そうするとマンダさんはポケットに手突っ込んだまま、何がかわいそうやって、貸した金返してもらえん方がよっぽどかわいそうやみたいな。いやあのやりってすごい面白いですよね。確かにね、お金貸して返してもらえなくて手ぶらでポカーンとしている借金取りの方がね、ほんとかわいそうに思えてきてね、しょうがないですよね。まあいろいろ申し上げましたけども、お金はニュートラルなんですよ。いつもお金はなんか知んないけど正直なんですよ。悪人が使っても善人が使っても1万円は1万円でその価値を変えることがないんですよね。でも人間っていうのは自分の感情とか都合とかですぐにね立場を変えてくるんですよね、うん、でそこまで聞いてどうでしょうか。愛情とお金をこう比べた時にどっちがあなたに対して正直で誠実なんですかね、うん、あなたの愛してる人はいつもあなたを愛してくれますか。でもお金はね、どんな時でもあなたに1万円なら1万円を約束してくるんですよ。逆に1万円が急に10万円分の価値を持つこともないんですよね。痛いですけどね。で 1万円が100円になることもないんですよ、うん、そう考えると、冷静に考えるともうお金は正直だなっていうこの言葉だけを取るとね、いやらしいんですけども、本当に気持ち悪いんですけども、いやでも冷静に考えたらそうだろうみたいな感じですよね、うん、まあ、だから我々はお金に対して正直にまずはなっていくことができるんじゃないかなと思いますし、もちろんね、どんな目にあっても人に対して誠実で正直でありたいと思いますよ。お金ぐらい誠実に正直な人格になればいいのかなというね。なぜかね、人間が作ったお金ってものに育てられているところもありますね。はい、じゃあちょっと結論言いましょうか。結論と言いますか、一旦まとめです。人間お金に使われるんだったらおしまいですからねっていうことばかりですよ。これはね、木村家の人々っていうね、昔あった30年ぐらい前のドラマであります。今でもね、 YouTube のレンタルかなんかで300円ぐらいで見れるんじゃないですかね。木村家の人々というね、加賀たけしさんがまだ若い頃出られてたやつです。これね、家族4人でいつもお金を稼いでる家族の話なんですよ、うん、時代背景も相まってなかなかね、胸を打つ作品だと思いますよ。まあバカバカしいんでパート2は出ませんでしたけどね。なかなかでも面白いです。いってらっしゃい。